こんにちは。11月22日火曜日の東京マーケット情報です。しぶとく値上がりしました。東京市場の値動きです。今日の東京株式市場は午後になって祝日を前に様子見姿勢が強まる中、今後の株価上昇を見込んだ買い注文が優勢となり、日経平均は5日、トピックスは9日続伸しました。今日の東京外国為替市場、円安ドル高の進行が一服し、現在は1ドル110円台後半で取引されています。株価の動きです。今日の東京株式市場は売り買いが交錯して始まりました。円安ドル高の進行が一服し、輸出関連の銘柄が売られる一方、原油先物価格の上昇で石油関連の銘柄が買われたほか、ニューヨーク市場の株価の最高値更新を受けた買い注文も入りました。午後になると、明日の東京市場が祝日で休場となり、24日にはニューヨーク市場が感謝祭で休場となることもあって、様子見姿勢が強まり、狭い範囲での値動きとなりましたが、円相場がやや円安方向に戻したこともあって、今後の日本株の上昇を見込んだ買い注文が引き続き優勢となり、次第に水準を切り上げる展開となりました。結局、日経平均は5日、トピックスは9日続伸して今日の取引を終えています。トピックスの9日続伸は、去年8月10日までの9日と並び、1年3ヶ月ぶりの長期の続伸となります。今日の終値です。日経平均株価は昨日に比べて56円92銭高い 18,162 円94銭でした。